ラウリスにあるマイヤーの記念碑。ウルリケ・マイヤーはオーストリアのアルペンスキー選手、アルペンスキー世界選手権のスーパー大回転で二度世界チャンピオンになった。一部出版物などでは、ウーリケ・マイヤーという日本語表記も見られた。マイヤーはザルツブルク近郊のラウリスで生まれ、アルペンスキーワールドカップには17歳となった1984-85シーズンより出場した。 1988年のカルガリーオリンピックでは回転で6位、大回転で10位に入った。1989年アメリカ合衆国コロラド州のベールで行われたアルペンスキー世界選手権のスーパー大回転で金メダルに輝いた。このレース後のドーピング検査でマイヤーは妊娠3ヶ月だったことがわかった。出産後、 地元オーストリアのザールバッハヒンターゲルムで行われた1991年の世界選手権でもスーパー大回転で金メダル、大回転でも銅メダルを取っている。1992年のアルベールビルオリンピックにも出場、スーパー大回転で5位、大回転で4位に入った。ワールドカップでは通算5勝を挙げている。しかし、 1994年1月29日にガルミッシュ・パルテン・キルヒエンで行われたワールドカップの格好でマイヤーは時速 120km でコース上に設置されていた速度計測器に激突しムルナウの病院に運ばれたものの死亡が確認されたそれは他の出場選手がなぜあんな場所でと首をかしげるほど技術的にも難易度が低く普通に通過するだけの 場所での出来事であった。そのシーズンを最後に引退する予定であったマイヤーの遺骨は現在、故郷の村ラウリスに埋葬されている。ウルリケマイヤーの墓地世界一の母親アルペンレーサー。ありがとうございます。